School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。School of Lock の女子クラス3週目担当欅坂46の平手と森菜です。私は声が出ないので音声アプリを使って授業をしています。今日も私のサポートに欅坂46のメンバーから志田愛香ちゃんが来ているはずなんだけど、いない。ああ、まただ。平手と森菜様、今日はあなたが部長に就任したばかりの写真部の活動をしていきます。突然ですが、現代の中高生にとってスマホアプリのスノーは写真を撮るときに欠かせないものとなっていますよね。ということで今回はスノーをテーマに授業していきましょう。と入っても森菜部長が一人で行うには不安があるので、今回は特別講師をお呼びしました。誰だろう？どうも、効率的なカメラワーク、充実したカメラロール、スノーウーマンです。今日はずっとブルゾンアイカで行くの？曲がかかったからやっただけ。そろそろ BGM 止めてください。はい、改めまして挨拶させてください。スクールオブロックの生徒の皆さん、こんばんは。今日も声が出ない、平手のサポートにやってきました、欅坂46の志田真中です。なんかさっき、ペチのやつで私の名前アイカって読んでたんですけど、マナカです。最初噛んだね。確かに噛んだ。漢字読めないんだよね、ちょっと苦手で。さっき手紙にもあったけど、今回私が先生となってスノーの授業を届けていきます。ちなみに簡単に説明すると、スノーはスマホの写真アプリ、これを使って写真を撮ると自動的に可愛くデコレーションしてくれたり、面白く加工してくれたりするんです。それが今欅坂の中でもブームになって、みんなで使ってます。いいよね、スノー。いいよね、さっきも撮ったもんね。そう。そしてそのメンバーの中でも特にスノーを愛してやまない私が、今回先生として生徒の皆さんに授業をすることになりました。好きだよね。好き、超好き。ガールズ掲示板にもスノーに関して書き込みが届いてるんでしょ？届いてる。書き込み読んで。鳥取県16歳女の子、ラジオネーム私はしおちゃん、タイトル学校で点々、私は女の子なんでやはり写真を撮るときはみんなスノーです。わら、スノーは盛れるけどどういう顔していいか分かんないです。確かに、確かに分かる、ね、どういう顔していいか分かんないよね、なんか、うん、私も分かんない。しおちゃん、スノー、みんなでスノー撮るよ。え、どういう顔していいかわからない。ダメ、スノーウーマン。じゃあ質問です。せっかくスノーで可愛く盛れてるのに、いつまでも普通の写真を撮るつもりですか？可愛い自分で写りたくない？すっごい恥ずかしい、これ。やばいね、やばいね、ちょっと。でもちょっとまだ甘いね、練習しなきゃ。しおちゃんもそうだけど、授業を聞いてくれてるみんなに向けて、私からおすすめしたいスノー遊びを教えます。やったー。じゃあみんなもスノーのアプリを開いてみてください。ですね、はい、まずは絶対にモテるスノー、イエーイ。絶対にモテる、でもやっぱ可愛くなるしね、スノーは。モテる。私が可愛いと思うのは、猫のスノーのやつなんですけど、猫。ホットっていう欄をまず開いていただいて、上から2列目の左から2番目にある、最近出た猫のやつなんですけど、なんか、嘘でしょ、これ猫だよ。全然、そう、耳が垂れてるんですけど、ね、すごい可愛いんですよ、猫の中でも。これを実際に手地でやりたいと思います。はい、こっち向いて、はい、チーズ。あー、可愛い。可愛い、本当に耳が垂れててすごい可愛い、ほら。
かわいい。そう、テチカワウソっぽいじゃん。そう、カワウソが、そう、出ない、出てなくないまだ。その、カワウソ出てないの。でも、ピカチュウ。ピカチュウ？ピカチュウ出てんの？ピカチュウってカワウソ？似てるって言われる。テチが？全然似てないよ。ちょっとだけ。うん、ちょっとだけね。うん。まあ、これは本当に誰でも可愛くなると思います。はい。じゃあ、続いて、絶対に受けるスノー。はい。絶対に、イエーイ。私、スノーは受け目的でしかあまり使わない。ね。可愛いのあんま撮んないよね。そう。ね。ペチも変なのでやったし、高弘先生もね、変な顔でやったから。あれは本当面白い。あれはやばい。やばい。そう、それで。で、なんか、最近ハマってるのは、上から、ホットの上から20列目。結構下行くんですけど、20列目で、左から3番目にあるおじさん、なんかおじさんのフィルター、ほっぺが赤い。そう、それを実際テチが今撮ってます、私を。いや絶対やばいでしょ。いやほんとそれやばい。なんかテチ可愛いのに私それとか、ほんとやばい。ちょっと私もテチでやりたい。ちょっと可愛いだけじゃね、やっていけないから。はい。あー、なんか、うん、おじさんでも可愛い、可愛いおじさん、酔っ払ったおじさん、うん、まあ結果可愛い子が取ればおじさんも可愛いです。そう、なんだそれ、何。なんだそれ。じゃあ続いて、絶対に盛り上がるスノー。はい、これはいいね、いいよね、これは誰も傷つかない。顔交換なんですけど、これホットの一番最初にあるんですけど、これ結構やるよね、スタッフさんとか。なんか年の差があると面白いね。男の人のスタッフさんとかとやると、そう、髪の毛は女だからね、顔をめっちゃブスみたいな。あります。これは交換なんで2人でやりたいと思います。どうしよう、一緒にやるか。いきます、ちょっと今撮ってます。はい、チーズ。なんかさ、私やばいんだけど。え、テチの顔長い。なんか、なんだろう、私とテチの髪色が違くて、ちょっと撮った時にあれなんですけど。35。ぜひ皆さんもこの紹介したスノーアプリやってみてください。はい、この曲はブルゾンちえみとオースティン・マホーン先生のダーティーワークブルゾンちえみリミックスです。はい、というわけで私の授業どうでした？楽しかった。あ、本当？やっぱり顔交換だね。そうだね、あれが一番楽しい。ちなみにさっき撮った写真はこの後ガールズロックのサイトにアップします。それでは私たちとはまた明日この教室で会いましょう。欅坂46の平手と森名と千田真中でした。校長教と手地の漏れた写真。見たくない？